すごくないですか、6000。吉本だけで6000ですから。怖いよ、これは。先ほどどのテレビのチャンネルをつけても吉本の芸人出てますね。確かに出てますね。先、映画とかドラマに出てるのも吉本の芸人ですね。やってるやってる。先、ニュースのコメンテーター、やってるのも吉本の芸人ですね。やってますね。ニュースを読むのも芸人、犯罪を犯すニュースに出るのも吉本の芸人ですね。どうでしょう、そうですけどね、それはね。タクシーで当てて逃げた芸人もおりましたね。ね、ゴミ収集屋に突っ込んだ芸人もおりましたね。17歳に手を出した芸人もおりましたね。ちょっと昔になったら女子校に入ってブルマを盗んだ芸人もおりましたね。いましたね。不倫をしてる芸人なんていっぱいいますね。そんな最低な芸人ばかりいるこの時代で、この度ある番組で嫌いな芸人ランキングで流れまして、なぜかその1位に私が流れまして、すごいね。してもらいたい。あ、いいじゃないですか。福井県出身なんですよ。福井県ですね、あなたね。福井出身の方いますか。どうなんですか。いない。あ、もうほとんどいない。ゼロなんかな、ほんとに。多分いるんでしょうけど、隠れ禁止さんみたいなもんでございますから。もっと上げてるよ、ね。なかなか堂々と手を挙げないんですね。確かに福井県で知名度が低いんです。確かに低い。この前東京の小学生が福島なのか福岡なのかわからないって言われたんです。つくからね。私は今日福井の代表で皆さんに福井県の場所を教えますんで。場所ね。よかったら今日福井県の場所だけでも覚えて書いてください。いいですか？いいですか？北朝鮮の向かい側。いや、おかしい。福井県の大井町です。大井町。福井県の大井町知ってますか？大井町。大井原発から大井町です。ニュースであるよね。原発の町大井町です。あるね。大井町の隣は高浜町、高浜原発。その隣は美浜町、美浜原発。その隣は敦賀の文殊。小さい地域に原発が4基あるんです。すごいな。しかし大井町には夜の7時以降に入れてるんじゃないんです。夜の7時になったら街が真っ暗になるんです。はいはい。これだけ言わせてください。何何？電気はどこへ行く？ああ、そういいじゃないですか。福井に住みたい。あ、住みたいよ。福井に住みたかったら福井に愛があったらいいよ。愛さえあれば大丈夫。福井に愛があったらいい。福井の方ですよね。ああ、福井の人間だ。福井に住ましてください。そんなに簡単には福井県には住ませない。いいじゃないですか。福井県に愛がないとダメだ。愛やりますから。ダメだダメだ。お願いします。ダメだダメだ。お願いします。じゃあ福井県に乗るのはどこ。北陸。北陸走る新幹線の名前は。北陸新幹線輝き。その新幹線が止まる金沢はどうだった。観光客が増えて輝いた。その新幹線が止まる富山県はどうだった。観光客が増えて輝いた。その新幹線が止まらない福井県はどうだった。観光客が増えないから輝かない。北陸新幹線輝きが福井に止まるのはいつ。30年後。30年後福井のお年寄りはどうなっている。みんないなくなっている。いなくなってどうなっている。夜空の星になっている。星になって最後はどうなる。自分自身が輝いている。ようこそ福井県へ。次東京。東京の方ですよね。東京の人間だ。住ませてください。そんなに簡単には東京には住ませない。お願いします。ダメダメ。お願いします。東京都知事の名前は。小池百合子。小池都政が大事にしていることは。都民ファースト。都民ファーストの上にどうした。希望の党を作った。希望の党を作ったということは。国民ファーストを目指した。でも希望の党が負けると分かったら代表降りた。だから結局あの人はただの自分ファースト。ようこそ東京都。嬉しいです。次沖縄。沖縄の方ですよね。沖縄だ。沖縄に住ませてください。そんなに簡単には沖縄には住ませない。お願いします。ダメ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 。現在沖縄が抱えている問題は米軍基地の辺野古移設問題。あとは高いのヘリバット問題。それらは沖縄だけの問題か。いや、日本全体の問題。東京で行われるオリンピックは日本全体が盛り上がる。沖縄の基地問題は沖縄だけに押し付ける。楽しいことは日本全体のことにして面倒くさいことはインテリにふりをする。在日米軍に払ってる金額は9465億円。そういった予算を何という。思いやり予算。アメリカに思いやりを持つ前に沖縄に思いやりを持て。ようこそ沖縄へ。ようこそ沖縄へ。ようこそ沖縄へ。次熊本。熊本の方ですよね。熊本だ。熊本に住ませてください。そんなに簡単には熊本には住ませない。お願いします。ダメダメ。お願いします。じゃあ熊本の地震があってから何年経った。1年半が経った。現在熊本の仮設住宅に住んでる人の数は47000人。東北の仮設住宅に住んでる人の数は82000人。2020年東京に何がある。東京オリンピック。何ができる。新国立競技場。いくらかかる。1500億円。国民はオリンピックが見たいんじゃなくて自分の家で安心してオリンピックが見たいだけ。だから豪華な競技場を建てる前に最地に家を建てろ。ようこそ熊本。ようこそ熊本。ようこそ。ありがとうございます。次はアメリカ。アメリカの方ですよね。アメリカだ。アメリカに住ませてください。そんなに簡単にアメリカに住ませない。お願いします。ダメダメ。お願いします。ダメダメ。現在アメリカと一番仲がいい国は日本。その仲がいい国は何をしてくれる。たくさん
日本。日本の方ですよね。日本だ。日本に住ませてください。やっぱり日本が一番か。やっぱり日本が一番なんですよ。そんなに簡単には日本には住ませない。お願いします。ダメダメ。お願いします。ダメダメ。お願いします。現在日本が抱えている問題は、被災地の復興問題。あとは、原発問題。あとは、沖縄の基地問題。あとは、北朝鮮のミサイル問題。でも結局ニュースになってるのは、議員の暴言。あとは、議員の不倫。あとは、芸能人の不倫。それは本当に大事なニュースか。いや、表面的な問題。でもなぜそれがニュースになる。数字が取れるから。なぜ数字が取れる。それを見たい人がたくさんいるから。だから本当に危機を感じないといけないのは、被災地の問題よりも、原発問題よりも、基地の問題よりも、北朝鮮問題よりも、国民の意識の低さ。お前たちのことだ。